こんにちは、まさちゃんです。さあ今回は語源でつながる英単語と題しまして、英単語を語源に注目して覚えてみたいと思います。今回注目する語源はこちらです。 NA 生まれるといった語源です。さあこの NA 生まれるといった語源に注目しながら、早速英単語を眺めてみることとしましょう。 Native 生まれた土地の出生地のといった意味。 Native language 生まれた土地の言葉母語。 Nationality どこで生まれたかという国籍。 Naive、 さあこの Naive というのは、日本語では Naive というと繊細なみたいなポジティブな響きがあるかと思いますが、英語の Naive というのはネガティブな含みを持ちます。世間知らずのおバカな、世間知らずのおバカなといった意味になります。つまり NA がありますから、頭の中が NA 生まれたままの状態、つまりおバカなということになります。 Innate も NA があります。 NA 生まれると、生まれつきの。 Innate talent 生まれつきの才能。 Pregnant、 さあこの Play ですけれども、 Play というのはプレテスト、センタープレイのプレイです。センター本番の前にするのがセンタープレイ、つまりプレイというのは前といった意味を表す語源です。つまり Pregnant というのは NA 生まれる、プレイ前、生まれる前というのは、我々はお母さんのお腹の中にいます。 Pregnant 妊娠した、 Pregnant 妊娠したといった意味になります。せっかくですから、プレイがつく単語、あと一つだけ紹介させてもらえればと思います。Prejudice。さあ、この Prejudice、どういう意味になるでしょうか。プレイは前といった意味。Judges というのは、judge、判断といった意味です。例えば、まだ会ったこともない人に対して、会う前、プレイ。会う前から、あの人はこんな人だ、きっとこんな人だと判断しちゃう。つまり、先入観、偏見といった意味になります。Prejudice、先入観、偏見。Prejudice、先入観、偏見。さあここまで NA 生まれるといった語源に注目してみてきました。さあところで話は変わりますけれども、フランス語で生まれるといった単語、何というかご存知でしょうか。フランス語で生まれるというのはネータクと言います。なんとこのネータクにも NA 生まれるといった語源が見られます。つまり英語とフランス語で異なる言語のはずですけれども、共通の語源が見られるということなんです。これは一体なぜなのでしょうか。実は驚くべきことに、英単語の約 60% もの単語がフランス語もしくはラテン語から借りてきた単語なんです。実は今回ここまでに学んだ単語もすべてフランス語、ラテン語由来です。ではなぜ 60% ものフランス語、ラテン語に由来する単語が英単語には入っているのでしょうか。さあその理由というのは大きく2つあります。1つ目が1066年ノルマン征服です。イングランド王だったエドワードの死後、フランスの領主ウィリアムがイングランドを征服します。ウィリアムや共に来た貴族聖職者というのはフランス語を母語としており、英語は話しませんでした。イングランドその後250年ほどの間、フランス語を公用語とする国になります。つまりこれによって大量のフランス語が英語になだれ込むことになります。そしてもう一つはルネサンスです。ルネサンスには古代ギリシャ、ローマの文化を復興しようとする運動ですけれども、これによって大量のラテン語が英語に入ることになります。つまり結果として現代英語を構築する単語の 60% もの単語がフランス語、ラテン語由来となっているわけです。さあせっかくフランス語の話題が出ましたので、最後に一つだけフランス語にまつわる問題を出して終わりにしたいと思います。さあ、パーラメント。問題です。これはどのような場所を表すでしょうか。さあ、このパーラメントですけれども、フランス語のパクレと語源が同じです。パクレというのはフランス語で話すといった意味です。ジュパクレフランセ。私はフランス語を喋りますといった意味です。さあ、パーラメント。つまり、人が話す場所ということになります。人が話す場所。パーラメントは議会、国会といった意味になります。パーラメント、議会、国会、押さえておきましょう。さあ今回は NA という語源に着目して英単語を眺めていきました。さらに英単語の語源の 60% もの単語がフランス語、ラテン語に由来するというのは驚きだったかと思います。その原因の一つとしてはノルマン征服、そしてもう一つがルネサンスでした。ところでルネサンスというのは英単語で表すとこのようになります。ルネサンス。おっと、こんなところにも NA が。古代ギリシャローマの文化を再び NA 生まれる、再生させる、これがルネサンスだったわけですね。さあ、というわけで今回はこの辺で。以上、マサニャンでした。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.